リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。おかげで火影を諦められた。この際、あなたが何者なのかはいい。確かにあの時、すぐにオビトだと気づいていれば、そうしていれば、クシナを死なせずに済んだかもしれない。ナルトをキュービの人中力にしなくてよかったかもしれない。そもそも、この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。英雄火影として死んだあんたが息子の前で生き恥をさらしてる。火影など今の俺と比べれば哀れな存在でしかない。火影になれなかったお前が火影をバカにするんじゃねえ。何より火影になった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。手応えあり。やはりそうだったか。忍術はダメでも戦術攻撃はいけるようだな。この野郎、ジライア先生と同じ戦術まで。わしの半身を解き伏せただけはある。ミナト、お前はガキに己の尻拭いをさせるつもりだったんだろう。わしの半身と協力するようにな。なら今さら後悔するな。ガキを人中力にしたことも悪いことではない。ナルト、ちょっと話がある。聞け。やっぱ思った通りだったわよ。重備が入った分すり抜けもできぬか。鬱陶しい。次は河津久美太だ。わしとの飛来心を即座に理解し、千人の力まで身につけている。まるで兄者と共に戦っているようだな。そろそろ月読みの準備をし。この現実には残すに値するものは何もない。あれを飛来心で飛ばすのは一人一つが限度だ。四代目とわしで二つはいけるとしても他の二つは無理だ。弾の軌道さえ変えればよいのだ。おかげたちも手を打ち海の外へ弾く。そうはさせん。無責王人、皆を結界で閉じ込め、美獣玉を外へ弾けなくしたのか。こうなったらあれは飛来心で結界の外へ飛ばすしかないぞ。方法はたった一つ。日ごと外へ丸々飛ばすつもりか。させると思うか。あんたは誰も救えない。拳を合わせてくれか。よう、わしの半身、元気にしてたかよ。ちょいとお前のチャクラを分けてもらえねえか。自分自身に頼み事をされるとは変な感じだな。明日が何の日だか知ってるな。湊とクシナの命日だ。死ね。